るか。西プロの野口さんからね、岡村さんが、たまには近藤さんと行かないよって言われて、やっともさ予約取ってきましたから、昨日、おととい、テレビ見したあの、ずっと丁寧にね、はい、やってて、やっぱり、まあ、全然ね、素人の方がおっしゃって、丁寧にしないとね、分かりやすいように、向こうの簡単でやったもんね、そう、こっちがね、ちょっと沖縄入ったんですから。Thank you.
そうか、うまいこと言うね。天皇客何でも来るんだよね。そうですね。入れてんの。
唐辛子をガーッと飛んで飛んだけど、真っ赤になるので、で飾りであれしようと思います。で一年中できない。なかなか。だってこういうね、乾したものはちょっとだけなもんですけど、一年中できることはおかしい。美味しいと思います。
毎年ね。ちょっと使わないかな。
使わないと5000円のマウント機能になってるから、じゃあ無駄だからこれ料金が外しました。そういうの何個も外してくれたら、そうだったら何もしないでさ、持ち主たちを打ち上げしたのよ。この条件はこうだよ。何もでございます。何もつけないでそのままお店に来た。そうすると今持ち主たちがその順番まで近かった。あとは話してない。それは何もできない。はい。あと切りました。まあ取る取っちゃった。今日不明く。今日の話だった。分からなくて使うよ。そっちだけ。全部スタンバイしてるね。どういうこと？そっちだけ。ガスの中で揺られたりしてた。中を。問題はこの中がちゃんとできてくれるやつ。この中を見せないと何がいいんだ。はい。そこは見てる。生って言われる。もう行けないや。喋れてるビルが普通あるなっていう、はいはい、そういうことから自分で始めてさ、自分で所有者全部見つけて、うん、直接交渉して話して、うん、だから別に不動産屋がいいのに見てさ、よし、これじゃあ、うん、あと1点だけだ、そういうね、要するに卵を見てください。お出汁と紅茶を合わせたものです。はい。お二人分です。お茶漬けなので。
虫も出てたから出てない。あと虫が自分は出てくる。もう今これも出てきた。虫って終わる。虫もね、なんか新幹線だと電車バスで降りにくいの電車で。沼津もね、先まで行って、三島へ戻ってきて、死にたくない。どうしてこんなに油っぽくならないんですか？揚げ方、この温度ですね。揚げ方、はい、温度、はい、油の種類じゃなくて。種類だけ。油はどの油でも油っぽくなりますから。あとは、あのその油の特徴を掴んで、揚げる。一番この、ごま油とは、抗酸化作用って、はい、ニンニクが少ないんです。だから最初は食べやすいんです。ただ値段が高いですね。 100% ごま油ですか？はい、そうなんですね。ごま油って匂いが強いと、開発って匂いがないものがあるんです。匂いが全然ないのと、匂いが、ごまの匂いの、あと最悪、最初行ったら食べた時もごまが匂いです。それは、それを混ぜてる。あとこの2種類、2種類、ここでさ、いやこの前テレビ見てね、このさ、やっぱり小麦さん若いなと思った。いやいやよくね、テレビあれだけ1時間番組みたいで、まだまだ出てたもんね。そうだね、まあ別にもう立つことは、今ここでも5時間、6時間、6時間とか立つってなかったですね。みんなこの前ちょっと息子さん映ってたね、後ろの方に。すごい、なんていうタイトルですかね、忘れました。すごい、ネットフリックス出るんですか？はい、すごい。いや、僕はそんなことはない。ネットフリックス、すごいですね。すごいじゃないですか、世界的な。ヒストリーっていうのかな、追求の番組、それにも出てこいんです、出て。本当ですか？先輩の歴史を解く、最後の、なんでこの差は野菜をそばに取れたの、なるほど、話をしてる。いろんなのがありますよね。すごい、もうお忙しいですね、毎日ね。そうよね、テレビやら、インタビューやら、見とけたら。ただ思ったけど、あまりやるのはやらないけど、これやってないですよ。いやいや、あんまり YouTube もやってない。僕 YouTube やらないんですよ。じゃあ、久しぶりですか？いや、YouTube は、この前、インタビューキングアップやって、やったりやったりとか、僕は別にこういうものやって、でもほら、外国から珍しいから天ぷらね、こんな間近で見れるなんて、ね、昔はホテルがあるコンシェルジュとかが、昔は、で寿司と鉄板焼きが多かったんです。あ、今は天ぷらです。あ、そうなんですか。まあ、ほとんど天ぷらなかなかね、皆さんできるもんじゃないんですね。そうですね、技術がやっぱり、はい、そういうオーブンでもいいか。そうですね、うちもちょっと取りにくいと思います。いやうちはね、あちこち手出さないと運転不思議な。あ、そうなんですか。またそういうのがいいですよね。はい、もう自分がこう、自分であちこち手を持つと僕は経営者になったんで、僕は料理人なんで、料理人、はい。まあ、もちろん経営もやるんだけど、自分のお店だから。確かに、自分が作ったやつを食べてもらいたいですよね。だから、最初、莫大な借金をしました。そんな、場所がいいから。いや、そうだ、銀座高いですよね。もう今から33年前に。ずっとこの場所ですか？この場所の、初めに、これは建てる古いビルの店。あ、今古いビルの、古いビル、あ、前の、これ、これまた来たんで、20年前に建て替えた。そこで最初、9坪で入りました。裏通りの1階が9坪、ちっちゃな9坪です。でもまあ銀座だからね。はい、はい、それをあれやるのに1億2000万くらい、9坪借りるだけで。すごい。いつそれ建てられたんですか？33年前。3年前、43の時にお店始めてた。ただ、
皆さんもね、こう大体こういうお店の9割ぐらいがオーナー付きなの。9割も僕はそれ嫌なんで、大借金してやったんだけど、みんなやめた方がいい。絶対じゃ大変だから。チャッター給料返せないでしょ。7年で返しました。返したんですか。はい、7年です。すごい。7年ってね、短いですか、ね。はい、10年で返しましたね。ねえ、早かった。すごい。頑張って。だから、自由時代。だから、うちは、電源持って取りますけど、サービスは取りたい。今、若い人のために、やってあげたい。その若い人も天ぷらを食べてもらいたいというんで、それから天ぷらを食らっていないということを証明させてあげたいというんで、この店を始めたんです。今でもだから、特別のワインを置くとか、そういうのはないんですよ。確かに、はい、じゃあそれもらえないと。1回行ってたと100ぐらい、100ぐらい高い。2回行ってたと、それによってカバーされて。自分の考えがね、しっかりされてる。それを貫かれて、やっぱり天ぷらをもっともっとみんなに食べてほしい。で、天ぷらの美味しさを知ってほしい。今僕も食べてみてやったね。素晴らしいですね。息子様なんですか。はい、すごい頑張ってやって。せっかく作ってらっしゃるんです。お箸の作り方じゃないですか。その名前を写していただきます。天ぷら近藤、それはね、有名なね、日本の小説家の大先生が書いた字なんです。近藤さん、近藤さんにその先生が書いて差し上げた有名な日本の小説家、誰でしょうかね。池波正太郎さんが書いた。鬼兵とか天脚商売とか、そういう時代物を買わない気分。すごいですね、はい、ここ作られた当時からこれ。いや、こんにちはなかったです。山の人でずっと親しかった。あとその人は写真家の土門健、その人からも書道です。あと山本健一って俳句賞、文学賞もあったんです。そういう人が、あと水原修をして、そういう方々も賞もない。家にそういうのがディレクターがあると、こういうのも全部もらった絵なんで、あれは池波正太郎。シネマ、そう、池波正太郎です。すごい。ちょっと親しく手紙もよくいただいた。あ、そうなんですか。ああ、もう親しいお友達なんですね。いやいや、そういう人のために我々は一生懸命らしく、じゃあ手は抜くことしない。素晴らしい。私も近藤さんと最初に会ったのがさ、次の日エビ屋さんで会った。あ、エビ屋さん。あ、野口さんと一緒に行って。僕は近藤さんが仕入れてる車エビを20本かそこ買ったんですよ、はい、野口さんの誕生でね、はい、その時ね、初めてお会いして、近藤さんからね、野口さんに、ね、どこの店で飲んだよって言われたことは、言ったら、野口さんが、いや、この人全く自分の家で食べるためにね、ここで買ってるって、ね。そんなネタ買ってんのかよって実は言われたことあるんです。ねえ、その時はね、あったかいのばかったね。